うわ。薬とかの取り扱い。というわけで今日も始まります岡山北部に来てるんですけども、あの Google マップでね、あの炭鉱跡、鉱山跡があるんですけども、あのレビューとかいろいろあってね、実際に行けることが、近くまで行けることができるということで、あの登山口あったりね、山歩きスポットなのかな、ちょっと今日はねそちらの方に行ってみようかなと思います。まあちょっとね寒いですけども、だいたい10度ぐらいかな、行ってみようかなと思います。
お、ここに家があったの。鉱山に関係した機材が、なんかケーブルみたいな。上にも何かありました。おお、ここにも建物があったんでしょうね。この辺におそらく石とか積み重なってたんでしょうね。でもこの当時ここに階段があってっていうことなんでしょうね。電線がね、トイレ、
うわ。ダイナマイト、火薬とかの取り扱いの説明書ですね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。というわけで今回はあの Google マップのレビューで気になってた場所に行ってきました。結構ねあの車の痕跡があるんで訪れてる人はいるのかなと思います。で特になんか立ち入り禁止とか進入禁止のね看板とかはないんで、まあ、ちょっとよくわからないんですけど、こういうところがあったということなんですけども、いや非常になんかねその当時の鉱山炭鉱とかで栄えていた歴史をがあったんだなと、もう今となってはということなんですけども、はい、というわけで次回もよろしくお願いします。結構ねいい汗をかいたかなと思います。あ、こんな感じでございました。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。